広島が丸の人的保障として長野を選択する方針であることをトウスポがすっぱ抜いた。絶対にないと踏んでいたベテラン野手を広島が指名したのだ。しかもドラフト指名を2回拒否して巨人愛を貫いた長野。鈴木本部長のそれなりの選手がいれば取りに行くという発言はブラフではなかったのだ。記事の内容を要約すると、リストを受け取った時点で現場フロントの意見は一致していたのだという。そして年が明け、最終的に長野で行く方針を固めたようだ。長野本人は覚悟を決めており、今日中にも両球団から移籍が発表される見込み。長野を選ばざるを得ない状況だったということは、相当数の若手がプロテクトされていたに違いない。今回の人的保障の乱は一体どちらが勝者だったのだろうか。巨人としては右の外野手である長野の必要性はそれほど高くなかったということだ。また高額の年俸がネックになった可能性もある。何よりも今伸び盛りである和田、松原といった新鋭をベテランに気を使うことなく育成することができるというメリットは大きい。これはサッカー界でよくあるレンタル移籍という感覚なのだろうか、それとも巨人の本気度の表れなのか。広島側としては丸の代わりとしてはもってこいの選手で、若いチームの精神的な柱となれる選手。ただ1年で出戻りされる可能性があるため、レギュラーとしては使いづらい。主な役割としては右の代打となるのだろうか、それとも外野初挑戦の西川。両外人はまだ荒く、そのつなぎとしても考えているのかもしれない。仮に今年オフに FA で出戻りされても人的保障を得られるため、そのための布石を打つこともできたと考えると、広島としては悪くない選択だったと思う。ただ巨人にもメリットがあり、個人的には両者痛み分けといったところ。それにしても正月ボケを一気に吹き飛ばすビッグニュースとなった。